まずは去年ね、ジュビロというチームがやはり J2 の中でべらぼうに強かったこと、これは素晴らしいことですし、それを継続しながらやっていくこと、ただプラスアルファはやはり J1 でやはり戦うやはり強さというところと速さというところはやっていかないといけないかなと思います。そういう意味ではより攻撃的に今のスタイルというのをしっかり継続しつつ、プラスアルファ、それにやはりこう輪をかけたスピードでしたりとか、判断の速さだったりとかっていうのを、個人ではなくチームとして、やれるようなチームにしていきたいなと思います。今年から、去年から J1 上がって、また今年非常に大変な1年になると思います。毎年言ってるんですけども、やっぱりチームのために、チームが目標を達成するために、そこだけに向かって皆さんの力を合わせて、年末にまた去年みたいにみんなで笑顔で終われるように頑張っていきましょう。はじめまして、伊藤明と申します。よろしくお願いします。本当に、今まで培ってきたこのチームをやはり継続しつつ、少しだけで、僕のエッセンスを加えながら、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。本当にみんなで風通しよくいろいろ話し合いながら、やはり1年間でいきたいなと思っています。ぜひよろしくお願いします。今年もコーチやります。よろしくお願いします。風通しを、ね、良くするってことね。会議ミスゲーまさかよろしくお願いします。カジって呼んでください。ちょっとだけ顔に特徴があるんで、いじってもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。大宮リーダーから来ました黒川敦です。敦か敦でお願いします。よろしくお願いします。静岡学園高校から来ました古田陽介です。ポジションはミッドフィルダーです。陽介って呼んでください。人見知りだけど喋れるように頑張ります。よろしくお願いします。横浜 SC から来ました袴田裕太郎です。ディフェンダーです。裕太郎って呼んでください。よろしくお願いします。横浜 SC から来ましたジャーメン亮です。ジャーメンです。お願いします。よろしくお願いします。仙台から来ました上原明です。息を呼んでください。よろしくお願いします。来ました今ケイです。ケイって呼んでください。めっちゃ緊張してるんで喋りかけてください。よろしくお願いします。はじめまして、今シーズンから監督させていただきます伊藤と申します。ここで、僕自身がクラブの目標だったりとかいうのは本当に、おこがましいんだけど、もう残留は俺は当たり前だと思ってるし、この先やはり ACL だったりとか、本当タイトルを意識したチームにしていかないといけない。僕が現役の時に中山さんとかがこのクラブで選手やってる時に、やはりもう上昇軍団、もう素晴らしいチーム、もうそのチームをやはり取り戻すためにも、やはり、君たちの力がすごく必要になってくるし、我々はあとそこを目指して、全員が一つ一つ、本当に一つの気持ちをしっかり持ってやっていきましょう。でやはり誰か一人かけてもダメだし、同じ目標を持たないといけないし、だからその辺はもう残留とかそういうところはもう必ず頭の中に入れつつも、やはりその先のやはり ACL
まあ、みんながね、その目標に向かってやっていきましょう。1年間よろしくお願いします。みんなにやってもらいたいのは、まあ、今年新加入選手見てもらっても、どのポジションもやっぱり競争を意識したチーム編成にしました。だからみんなはプロである以上、やっぱりその競争に勝ち残って試合に出ることを目標とやってほしい。チームとして個人として成長して目標を達成できるように1年間みんなで頑張っていきましょう。コンセプトとかいろいろなところの中で、やっぱ守備っていうところでは、まだまだ足りないところがあるのかなっていうのはすごくありましたし、それをやることによって、まずは一つ安定をするということは重要だと思います。まあ、本当に前線からしっかりとやはりプレッシャーをかける、自分たちがそのより高い位置でボールを奪える、まあ、そういう守備をしたいなと思いますし、ただやはりそれだけでは勝ちきれてはいかないと思いますので、しっかりとその中盤での自分たちがオーガナイズを組んだ中でのやはり構築した守備っていうのも必要ですし、ゴール前でのその粘り強い守備っていうのも絶対必要になってくると思います。まあ、この3つをやはり重点的にやっていかないといけないかなと思います。そうですね、本当今、まあ、原理原則というか、まあ、とりあえずそういう立ち返る場所というか、そういうものを結構やってます。これはチーム全体として統一してできればやっぱすごいものになるのかなと思うんで、なんかすごい今ワクワクします。結構頭疲れますけど、やっぱ勉強になるしすごい楽しいです。やっててパフォーマンスっていうのを上げて質の高いものをできるようにチーム全体で作り上げていきたいなって思います。今年のユニフォームの感想を一言お願いします。いや、かっこいいっす。この柄とか似合ってるかどうかは分かんないですけど、かっこいいっすね。今年から2番に変わりましたけど、はい、恥じないように頑張ります。お願いします。つまんない。勉強した勉強した You study Japanese? Yes, yes. くそ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 。おい、ダメだよカメラ。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。ナイス。ナイス。はい、行きまーす。はい、行きまーす。はい。ラスト。はい。はい、OK でーす。個人の判断でやると、やはり自分のものでやることが多くなると思うんですが、チームとしてこうやるべきっていうことがあれば、そこで、もう先に動けることが多分多くなると思うんですね。まずはやるべきことっていうことを、チームとしてのコンセプトっていうのをやっぱ選手が理解すること、これがすごく重要になってくると思います。それが多分若い選手でも、ベテランの選手でも同じ絵を描ければ、その分やはりプレースピードは速くなると思いますので、まあ、そこにやはりこのキャンプをしっかり利用して、練習ゲームを利用して、まあ、トライアンドエラーが出ながらも選手とコミュニケーションを取って、より一層そこを築き上げていく、それを深めていくっていうところの作業を今やってる最中ですね。はい、
まあ、あの懐かしいワードとかがたくさん聞こえてるので、あの、まあ、ユース時代とかに聞いてた、言葉が多いので、あの懐かしさを感じながら練習してる、まあ、だいたい練習の内容とかも似たようなことやってるので、あの懐かしく感じます。そうですね、守備の練習が増えました、はい、いやまあでもシンプルにやっぱり中締めたりとか、あの、まあ、相手の嫌なところに選手が立つっていうところでは、やっぱり J1 になってくると、あのそういう隙とかをついてくるので、まあ、そういうところをあのこまめにやれてるっていうところは、あのすごく充実してるかなと思います。多くの選手がこうポジショニング、いいポジショニングを取って相手を局面で上回るっていう感覚をあの身につけていくことが大切だと思っていて、あのそこをコミュニケーションを取りながら、どれだけあここでこういうふうにやれば相手に局面で上回れるんだなっていうのをあの実感できるかがこのキャンプでは大事だと思っているので、まあ、そういった回数を増やせるように意識をしながらトレーニングしています。ビルドアップであったり間のところで受けるであったりっていうところを常に顔を出して何回も動き直すというところは自分のテーマでもありますし、そこがどんどん入るようになれば攻撃がスムーズにいくんじゃないかなと思うので、そこは意識してやってます。すごくこうベテランの人たちも若手もやはりそれにこう興味というか、まずはやってみようっていうそのあの姿勢っていうのはすごく感じられます。監督がやろうとしていること、これからジュビロがやろうとしていること、それに対してあのすごく積極的にあの進んでくれてるなというふうに思いますし、まあ、それがあのまずは結果につながることがすごく重要になってくると思いますので、今やってることをやはりいろいろ多分頭の中にハテナをつけてる最中なんですね。でそれが少しずつ一つ一つクリアになってきている。10個あることを、まあ、今2つクリアになって、また次のゲームでまたそのもう一つ2つクリアになって、それが多分全部がクリアになってくるとより一層こう連動感だったりとか、より一層こうパワーが増してくると思うので、まあ、それを全員がねいち早く、やれるような状況を作るっていうのがすごく大事かなと思うので、まあ、その辺はすごく積極的にいろいろ選手たちの、コミュニケーション、すごく選手同士ですごくいっぱいコミュニケーションを取ってやってくれているのですごく助かってます、はい。
まあ、残留当たり前、本当に ACL 争いに本当に踏み足を踏み込むぐらいやっていきたいなと思います。ただその ACL を勝ち取るために何が必要かといったら、やはり守備だけで守ってたらやはりそこまでは絶対いかないんですね。そのボールをしっかり握れるチームがやはり上位にいる、やはりその得点力が多いチームが上位にいるっていうのは、これはもう絶対的なことだと思います。やはりそこに目指すためにやはり攻撃的なチームを作っていかないといけないと思ってます。新たなことにチャレンジするっていうのは本当自分を伸ばしてくれることだと思いますし、明さんのこうやりたいサッカーっていうのをみんなですごく共有できている感覚はあるので、非常に楽しみな気持ちが強いですね。今年も選手、サポーター、クラブ一丸となって戦っていきたいと思います。現地に足を運べない方もいるかもしれませんが、常に心の中で一緒に戦ってください。今年も応援よろしくお願いします。